皆さん、こんにちは。ワンダルフィッシュです。今回は、コンバージェヒーローシリーズ、ガイア・セーバーの続きをプレイしていきたいと思います。前回第5話までプレイしましたので、今回は第6話ですね。伝説のムーが現れた。同盟 VS ショッカーの戦いが始まるということですね。では第6話スタートしていきます。一体どういうことなのだ。世界の首相らが奴らの言いなりだとしたら、我々は世界中を敵に回すことになる。プインプインと、あ、海がやってきましたね。その主導が偽物だとしたら、海、いつ日本に帰ってきたんだ。それに偽物だという確かな理由はあるのか。いや、しかし考えてもみろ。日本の首相が入れ替わってても誰も気づかなかったんだ。ありえなくはない。そのあたりについて、タキが調査していたんだが、行方不明になっちまった。何？タキが。確かタキはニューヨークでアーサー一家とかいうならず者と会うと言っていたが。今度はじゃあニューヨークに行くんですね。では、ニューヨークへとひとっ飛びしていきましょう。ニューヨークに行きまーす。装備品とかアイテム何かいいの持ってるかどうか確認しましょう。パワーカプセルぐらいか。スーパーガン。ちょっと買っときましょうか。怪獣に有効なミサイルガン。あとは、テレポートカプセルもちょっと持っときます。ニューヨークの司令室にやってきました。ジオンは大きな計画を狙っているらしい。何としてもそれを止めねば。コロニー落とし以上の作戦って何でしょうね。アームストロング船長がいましたね。さすがアメリカ・ニューヨーク。ではニューヨークの街徘徊していきましょう。アーサー一家の家って言ってましたね。紹介のないものはアーサーに合わせるわけにはいかない。いかにも怪しいな。ではちょっとニューヨークの街探索していきまーす。俺がジョージだ。何？マスターカードが欲しいってただじゃやれん。いきなりマスターカードの話が出てきたんですけど、マスターカードが欲しいなんて話はした覚えがないんですけどね。そうだ。デンバーにいる友人のガブリエルのところまであるものを運んでくれたらやってもいいが。運び屋的な。闇バイトじゃなきゃいいんですけどね。ただの書類だ。ということなので、じゃあこの闇バイトに手を染めましょう。では、メンバーに移動しまーす。ニューヨークから、デンバーだと、ロッキー山脈沿いで、なので、まあ、ほぼ真ん中ぐらいまで、徒歩で、アメリカ大陸を、まさに横断する感じですかね。移動していきたいと思います。デンバーにやってきました。では、ジョージって言いましたかね。ジョージを探します。おう、ご苦労さん。書類を渡したジョージじゃなくてガブリエルだな。ジョージからガブリエルへの書類だったと。戦闘か。何だったんだ。ジョージというのも怪しい人間でしたね。しかも闇バイトでしたね、やっぱり。これを撃破して、じゃあジョージの元に戻りましょうか。ではニューヨークに戻ってきました。早速、ジョージに会いに行きましょう。なんだってガブリエルがショッカーの怪人だったなんて。俺は約束を破る気はなかった。悪かった。これがマスターカードだ。マスターカードってなんだろう。クレジットカードのマスターブランドってことかな。だとしたら、すごくいいカードですね。で、マスターカードを手に入れたものの、何をすればいいんだろう。ちょっ
とまたニューヨークの街を探索していきましょう。おや、マスターカードをお持ちですね。ここでマスターカードが必要になるんだな。この場所に来てなかったのでマスターカードが必要だっていうイベントを見ていないのでマスターカードは唐突に出てきたんですけど、どうやらここでマスターカードが必要のようですね。で、マスターカードを持ってると中に入れて、このミッシェルさんとお話ができると。うん、皇帝は権力者のことじゃ。その逆という方は悪しき者のことじゃ。そして党は大きな災難を指し、死神はその名の通り死をイメージしている。これから結論を言う。世界の権力に悪の力があって、このままにしておくと多くの人々が死に至るだろう。とりあえずそなたたちがしなければならないのは、ニューヨークのアーサーに会うことじゃ。アーサーはならず者のボス。なるほど。海が言っていた、滝が会いに行こうとしていたアーサー一家に、これでようやく会いに行けるわけですね。なかなか用心棒が通してくれなかった、そこを突破できるんじゃないかなと思うので、アーサーの家に行ってみましょう。紹介のないもアーサーに合わせるわけにはいかない。まだ会えないのか。紹介状をどっかでもらわなきゃいけないんですね。用事はもう済んだのかい？マスターカードを返した。ありがとうよ。で、どうだった？何？アーサーに会いたいだって。そうなんですよ。アーサーに会いたいんですよね。お、紹介状を持っているんだな。では、この紹介状を持って、今度こそアーサーのお宅に行きましょう。紹介状をちゃんと持ってますからね、今回はね。アーサー、なんだと、世界の真ん中に悪が。ミッシェルおばさんが言ったのか。それに世界中の首脳が偽物かもしれないだって。俺たちのアメリカをわけのわからん奴らに好きにさせてたまるか。世界から、世間から見ればならず者の俺たちだが、あんたたちに協力しよう。タキのことは知ってる。奴とは FBI の時からの付き合いだぜ。俺は、タキはニューオーリンズへ行ったぜ。ということはニューオーリンズに今度は向かうんだな。では、一路ニューオーリンズに向かいましょう。では、ニューオーリンズへと向かっていきまーす。ちなみに、Amazon の Amazon コーションを使いました。使わないとね、この程度のエンカウントでは済まないので、ここは Amazon コーションを使ってエンカウントを下げてですね、効率よくニューオーリンズに向かっているというところになりますね。ではニューオーリンズ到着です。タッキーがどこにいるか確認していきましょう。あ、ハイパーバズーカーとかあるんだな。メガバズーカーレンチャー、最大の破壊力を持つウェポン。いや、欲しいな。欲しいですけど、まあ、一旦はお金を貯めましょう。アーサーの使いの者、この町の南に怪しい場所がある。きっとそこにタキさんはいます。南に行くんだな。ん？タキがいる。助かったよ。俺としたことが土壌を踏んだぜ。でも情報はつかんだぜ。ジオンの脱走兵から聞いたのだが、敵はアメリカで開かれるサミットを狙っているらしい。ニューヨークの連邦ビルに急げ。5月にはね、広島で、G7 のサミットありますからね。おっと、残城だ。しまった。ここはまた技が使えるポイントが少なすぎる。きついな。一旦普通に戦うしかないかな。まあ、こういう時のためにどっかに入るときは技のポイントを回復するっていうのが重要だっていうのをね、散々認識したはずなんですが、他にも質問が来てしまったので、残状とは、必殺技を使わずに、肉弾戦で、挑んでいきましょう。はい。肉弾戦で倒しました。
まあ、レベルが上がってくれれば自動で技のポイントも回復しますので、ね。アマゾンが、俺滝についてく。滝怪我してる。俺ヨーロッパ行く。アマゾンが離脱するんだな。誰か代わりに仲間になってくれればいいんですけどね。では、これで一旦、本部に戻りましょうか。ニューヨークに戻ってきたんですが、イベントですね。いきなり牢屋に入ってる。悪いな、ここの将に雇われたんだ。その将ってやつが敵なんだ。関係ないな。金さえもらえりゃ誰だってお得意様さ。忘れるなよ、俺はハンターだ。獲物を狩るのが俺の仕事だ。久しぶりだね、ヒーローの諸君。東京サミットでは世話になった。私が首相だ。クックック。さて、約束通り金をもらおうか。ふん、ヒーローさえ捕らえれば貴様などお払い箱だ。貴様もついでに殺してやるわ。俺を裏切るのか、舐めてもらっちゃ困るわ。キャンセル料は高いぜ。お、マークハンターが仲間になって戦闘か。ま、ハンターはさすがに強いな。ここでもまた、頑丈ですね。では、ここは一旦普通に攻撃していきましょう。まずスパークカッターで、雑魚敵をお払い箱にしたかったんですが、ハンターが先に攻撃したな。ここはもうハンターに集中攻撃仕掛けていきます。うん、残状に集中攻撃を仕掛けていきます。はい、倒しました。全くついてねえや、ただ働きになっちまった。金は本物の奴らからもらうしかないか。去ってったな。では、隣にいる師匠たちを救いましょう。人類は君らの味方だ。これからは心置きなく戦ってくれ。いきなりそう言われてもな。イギリス首相。いろんな首相が。この、ベッドが一個しかないところに、詰め込まれてましたね。おやさん、コロニー落下ポイントに妙な動きが見られる。詳しいことは例のコロニーが落ちた場所にできた島で聞いてくれ。よろしく頼む。あの小さな謎の島ありましたね。では、ちょっとその謎の島に行きましょう。新しく行ける場所でムーというのが出てきてますね。これが新しい、まあムー大陸だな、まさに。では、キリがいいので今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、じゃあこのムー大陸の探索をしていきたいと思います。